岡田八千代12月3日から1962年2月10日は、明治昭和期の小説家、劇作家、劇評家。セリカゲ、セリカゲ女、ダテムシ子などの筆名を用いた。幼い薫は実刑にあたる。岡田八千代と夫、サブロスケパリ広島市大手町に生まれた。幼い県と純との間の末娘だった。旧津軽藩士の県は、 広島賃大病院院長を務めていた。純は、江戸の旗本、小栗晋の長女である。五子の上二人は溶接し、次女は、事故で病心となり、次男の幼い香ると八千代人が育った。1885年、県が没し母子は、東京市麹町区富士見町へ移った。茂区芝居に連れられた。麹町幼稚園を終えると、 1887年、富士見尋常高等小学校、1895年、強立女子職業学校へ進み、聖女学校選果へ転じて、1902年に卒業した。文学、演劇に打ち込む兄を尊敬していた。美貌の妹は、カオルの友人らの気になる存在だった。卒業の年、明星氏に商品、巡りあい日を、婦人会氏に小説。 奥月を発表した。森外の弟、三木武次に認められ、彼の歌舞伎史に劇表も書いた。1906年の年末、森外の世話で画家の岡田三郎介と結婚し、渋谷区立町に新世帯を構えた。文筆活動が結婚で滞ることはなかった。1911年、平塚来長らの正党者の顧問となり、正党史にも書くようになった。 1903年から1915年の雑誌への掲載は年に4から10件に及んでいる。サブロースケが8000台をモデルにしたヌイヒトリ、縫い一人や、品犬の前は評判を呼んだが、不和となり、1926年、8000台は家を出た。別居生活はサブロースケが亡くなるまで続いた。演劇の評論ばかりでなく、新派、歌舞伎の公演にも関わった。 1922年、河合武雄と二代目、市川猿之助に頼まれて、芽生え座を起こし、彼らの学齢期のラのおさらい会を1926年まで4回、公演した。ラの成長後は、児童劇団に転身し、1930年まで5回、公演した。1923年、親友の長谷川しぐれに誘われ、二人で、女人芸術を創刊したが、 関東大震災のため2号で終わった。1930年に、メバ生え座を解散したのは、和解したサブロースケとパリへ渡るためだったが、彼の地でまた割れ、8千代だけ1934年まで、とどまった。子は持たなかった。カオルは1928年に救世していた。帰国後の1935年、新派の若手ハユーラの未明座を組織して、 1939年まで5回、講演した。1939年夫のサブロスケが没し、伊達町の家へ戻った。1940年から、長谷川しぐれの、明らく会を手伝い、翌年、日本海軍将兵の遺門に、中国中南部を回った。敗戦後の1948年、日本女流劇作家会を作って、解放、アカンサスに、 芝居の思い出などを載せ、同会の女流儀曲選手、現代女流儀曲選手を監修した。また、ラジオドラマを書く、ラジオ放送する、劇を演出する、本に解説を書くなどもした。1962年早春、インフルエンザの肺炎のために没した。青山霊園の夫の傍らに眠っている。 2016年8000代と、夫、サブロー辻久氏の姿が、生前16ミリフィルムで撮影されたものをもとに、ドキュメンタリー映画、あるアトリエの100年が、山崎金武士監督らによって制作された。入れ子は、上野行の短所の、最近と思われる、重版、再版である。縫い一人、品犬の前の成立と、その影響について、 ミニドラマを交え解説。ありがとうございます。